皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が6月26日ということで、今日の朝ラッシュ時間帯に飯田橋付近で火災が発生したそうなんですよ。その影響でダイヤが乱れまくった影響で、本日臨時の幕張行きが設定されました。かつて1日1本が定期で走ってましたが、何年か前に廃止されたんですよね。先ほど東船橋あたりで幕張行きを追い抜いたので、津田沼駅で急いで乗り換えてきました。側面の行き先は貼っておくので、それで満足してね。この電車は中央総武線各駅停車幕張行きです。次は幕張本郷、お出口は右側です。京成線はお乗り換えです。お客様にお願いします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話をお伝えください。ご協力をお願いします。 This is a dual phone line train for Makuhari. The next station is Makuhari Hongo JB34. The doors on the right side will open. Please change your form to KK9. Please set your mobile phone to silent mode.定期で走っていたとはいえ、幕張止まりは違和感しかないです。ちなみに朝の火災の影響で約2時半くらい運休になったそうです。全面展望も撮ってみます。終点幕張に到着。
口は左側です。終点幕張駅に着きました。この幕張行きに充当されたのは A528 編成でした。この電車は折り返し中野行きになるので千葉方面側のドアは閉まります。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。